はい、こんにちは。カンボジアガサガサフィッシングの佐藤です。これはバルブだな。バルブ。ちびっこだ。でかいのだともうビューンと走るんでね。一発で食うんですけどね。難しいね。多分いて。数匹なんですよね。数匹しかいないんで、それを食わすのは難しいね。昔はいっぱいいたんですけどね。かかってる。こっちに向かって走ってきてたんだな。イエローフィンバルブです。オスですね。これはバルボニウムス、ゴニオノータスという小イカのバルブですね。結構大型魚ね、それこそアジアアロワなんかでよく一緒にね混泳させる人多いですよね。割とおとなしいんでいいかと思います。すごい今精鋭精子がもうちょっとお腹をね圧搾するだけで精子が出てくるんで、ちょうど今産卵期なのかなと思います。飛んだね。いやあ、まあ、くそー、いやー、さっきのでかかったな。あれ多分60、70ぐらいだったね。悔しい。さんがせかしたからね、今畜生。
とね、あたりが来てくれると最高なんだけど、まああとあって1回あるかないかですね。いや、仕留めたいな。ここは本来その魚釣りをしていけっていうわけじゃなくて、本当にたまたま昔から知り合いの、人がここにいてくれるんで、魚釣りをねさせてもらってるんですけども、まあ、基本的に養殖場内の池ですね。まあ、ただこの池は養殖には使ってないんで、以前もナイフフィッシュとかね釣らせてもらった池の近くなんですけども、まあ、ここには大きなね1メートルぐらいのカイアもいるんで、ちょっと久々にそれを釣れたらなとかなり期待してるんですけど、さっき一回ねちょっと小ぶりなやつがねかかったんですけど、フッキングしなくて、バラしちゃいました。で、だいたい来ても1回2回しかチャンスが来ないんで、ちょっと今日はねダメかもしれないですね。以前いっぱいいたと言ってもいて10匹ぐらいだったと思うんですよね。でそれからもう何年か経ったんで、まあ 2,3 匹いて生き残っててくれればいいなっていう感じなんですけど、まあそいつらがね食ってくれればいいんだけど、どうも釣れるかどうかは分かんないです。ただ今月はね占い師さんに運が悪いってねうちの嫁さんから言われてるんで、期待は薄いんですけどね、それに打ち勝ってちょっとね釣りたいなと思う密かに狙ってます。いるね、今空気呼吸に上がってきましたね。まあまあサイズが今1匹いましたまだ生き残ってるってことですね。いやー来てほしいな。まあ、ただ今までのこの何年かの経験上で言うと、日本のね釣り屋さんでよく売ってる練り餌で大鯉っていうやつもすっごい あまりこだわった餌じゃないと思うんですけど、その大鯉っていうシリーズの練り餌が一番カイアンが釣れてるんですよね。でそれを使わない時はあまり釣れなかったり、もう全然1回すら当たりこない時とかもあって、本当はその大鯉っていうね練り餌が欲しいんですけど、もう全部使い果たして今は持ってなくて、タイ産の練り餌かなを今使ってます。いいんですよね、まあ、本来ねクララ、よしかかった。あーでも違うな、これはカイアンではなさそうですね。ゴニオノータスだな。うお。イエローフィンバルブです。はい、今カメラ上向きで映ってなかったかもしれない。すみません。イエローフィンバルブですね。これショートボディだな
僕あんまりこのショートボディ系ってねそんなに好きじゃないんですけど、まあ、結構ねカンボジアでも現地でも幼魚食個体の中には、ショートボディ個体が結構入ってます。ちょっとおじさんがさっき食べるって言ってたんで取ってきます。イエローフィンバルブです。これはちょっとちっちゃいな。いや今カイアンだったね。ここまで手前に泳いできてきた。いやー食った。おしまい。うわー悔しい。はい、というわけで今日はイエローフィンバルブが、3匹とちょっと残念な結果でした。でもめっちゃ悔しいんでね、もしかしたら明日もう一回ちょっとちょびっとなんですけど来るかもしれないです。また明日来れなくてもまた近いうちにチャレンジします。頑張ります。今日も最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。雨が来そうだ。